まだ誰も音声も入ってないです。まだ配信動いてないでしょ。まだ動いてないです。配信が入った。待ってくださいね。入りました。本日は皆様お集まりいただきありがとうございます。加藤さん、小林さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。これからですね、加藤泉、小林正人アーティストトークの方を始めさせていただきたいと思います。本日はピロタンのブックストア1番6の方から送らせていただいております。まずですね、小林さんの方のご紹介を簡単にさせていただきたいと思います。で、皆様多分、ご存知かと思いますが、10月15日に小林さんの新刊が出まして、でこれがもう本当に小林さんのドラマチックな人生を綴ったものなんでございますが、こちらからですね、紹介文ということで、ご紹介をさせていただいて、トークの方に入っていければと思っております。小林正人さん、1957年東京生まれ、東京芸術大学美術学部油絵専攻卒業、1996年にサンパウロビエンナーレ日本代表でいらっしゃいます。すいません、私の方じゃなかったですね。でまた1997年にはキューレーター、世界的に著名なキューレーターのヤン・フート氏に招かれて、訪問された。で以降ベルギー現都市を拠点にもう各地で、現地政策を行って2006年に帰国されたということでございます。で、まあ、市の拠点というのもたくさんあるんですけれども、宮城県の美術館での小林正人展でありましたり、また、スマック、こちらの朝のペインティング、等、またセゾン現代美術館ですとか、あと画家とモデル集合アーツ、これが2019年と、まあ、本当にずっと活躍をされている傍ら、現在、芸大の油絵の方の教授もされているということでございます。では、本当、小林さん、本日はありがとうございます。加藤さんと楽しみにしておりましたので。はい、そうしましたら、まずですね、現在、庭園美術館の方で、生命の庭グループ展ということで、8人 の, 現代作家 の, まあ、グループ展が行われているわけなんですけれども、各作家が見つけた小宇宙というのがテーマになっていると思うんですが、その、加藤さん、小林さんが見つけられたちょっと小宇宙についてお話しいただければなというふうに思っております。加藤さん、まあ見つけた小宇宙というのはキュレーターがつけたやつで、そうです、僕らが別に宇宙につけてるわけではなくて、まあ、そういう歌い文句とか、そういうことですね。まあまあ、宇宙って宇宙はみんなそれぞれなんですけど、はいはい、でも生命の庭ということですね、やはり、まあ、加藤さんの、まあ、作品というのはやはり、まあ、人ということで、まあ、生命というものを代表しているということで、その生命が一つの小宇宙というふうな理解でよろしいんでしょうかね。まあ、何でも大丈夫です。分かりました。ありがとうございます。小林さん、いかがでしょうか。展示室館の、はい、まあ、その小宇宙は置いといたとして、はい、まあ、見どころっていうか、まあ、いろいろ、まあ、浅香宮邸なんだよね、はい、っていう、まあ、元迎賓館かな。うん、まあ、もちろん加藤君もいろいろあったんです。俺ので言えば、そうだな。まあ、俺は休館は2階なんだけど、加藤のとか、まあ、1階とかいろいろあったんだけどさ、うん、それで2階だと、まあ、2階の大広間に、まあ、でっかい三角形、まあ、で北の間に今の宮っていうがあるけど、まあ、そういうのはまあ見りゃ分かる。であれだよ、やっぱ姫宮だね。なあ、姫宮の寝室ヤングプリンセス、あの浅香宮のさ、うん、だからもう大きい邸宅のさ、はい、中にいろいろと部屋があるじゃない、うん、
で姫宮って、まあ、一番若いヤングプリンスさ、うんうん、その部屋が、はい、まあ、南区の角このところにさ、ちっちゃいのがあるんだよ、寝室が、うん、であそこにさ見に行って、そこに入った時にそのさ、あの浜崎さんが説明してくれたんだけど、あのその姫宮が、はい、あの竹下イメージのファンでさ、うん、でそのまあ、あの引き戸みたいなね、押し入れの、はい、あの木のさ、くくりつけのそこのがあるんだけど、そこに竹下イメージのポスターを貼ってたんだってさ、うん、そのあそこに住んでるプリンセスが、はい、それでそれも剥がした跡があるわけよ。それがさ、もう感じ剥がしたのがあって、うん、もうそれ見た瞬間に、あ、この部屋は絶対加藤には渡さんあ、もう絶対に加藤の自由にはさせないさせないというふうにやっぱり思ったね、うん、それとにかくゲットしてそれで、まあ寝室だからさ、うん、でも入れない、うん、暗くしてちょっとでもドアを開けといて、向こうの今の方からさ光がこうあるわけよ、こう吸い込まれるんです、うん、でそこでやっぱりなんか一応幽霊とディールしていくんだよね、こっちとしてはさ、うん、それで時にやっぱりあの球館とほら釘がないとさ、あの釘を打っちゃいけないんだよ、やっぱりそれは、ね、そうか、あの金融文化財になるしね、スタッフで俺はその姫宮の寝室のさ、うん、中にはそういう竹下イメージのね、飛ばした跡とかあるからさ、グレーいらないと思って、例えば外の入り口のところにさ、ちっちゃい星みたいなのかけてやりたいと思ったんだけど、そしたらさ、それがあったんで、クリーンがあったんだ。それで、こうやってね、水色をかけて、それでドアをちょっと開けて、ジョノッとディスターにってさ、彼女にちょっと書いてもらって、そう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 、そうやってやった。彼女っていうのは姫宮だよ。そう。そうなるほどね、その幽霊がいるっていうね、そうやってやってたんで、うん、したらさ、で、まあ俺がそういうね、うん、美しい物語をさ、うん、してるそばで、うん、加藤さ、その姫宮の寝室の横に廊下隔ててさ、金庫があるんだよ、うんうんうん、金庫あ、そうだ、ありましたよね、なんかちょっとドアが開いてるんですね、うん、金庫にちょっと開けてさ、なんかさ、そういうみたいなのさ、置いてんだよ、うん、人面犬みたいな、人面犬みたいなね、ふざけたやつだから、こっちもまあ、こっちは恋道路、こっちは善道路、あ、善道路、なるほどね、前のこと言いました。まあでも本当にね、二人アート、あのお二人とも、まあ、日本の現代アートを代表する、まあ、ペインターでいらっしゃいますので、まあ、本当にいろんな、まあ、こういうところから尽きる話もないと思うんですけれども、でも、天美術館ね、本当にあの今回、加藤さんも小林さんも、もうある意味では素晴らしい作品を目玉として出していらして、で、ああいうところの建物なんですよね。ですから、まさにその寝室であるとか、もうその住まいの中で、その空間をもう生かしたような形。で、加藤さんとか生かすというか、なんか本当にシナジーで、なんかもう倍増している、ああいうところの空間とか。でも、小林さんのまさにそのもう光ということが一つの、本当に小林さんの、まあ、あのテーマっていうふうに申し上げていいのかわからないんですけども、それがその寝室であるとかね、出てるので。すごくあの素晴らしい、展覧会だと思います。目玉というのは何ですか、加藤さん。いや、なんかね、やっぱりホワイトキューブじゃなくて、うんうん、やっぱすごい情報がある建物だから、うん、結構ね、やっぱりその作家の空間っていうか、その場所に対してどういう思考をしてったり、自分が何のために作ってるかがすごいはっきりよく分かって、うんうん、結構作家によって差がある。なるほどね。うん、まあ、違いがある。あるうん、で、まあ、俺とか小林さんはちょっとまあ違う、全然先違うけど、うんうん、若干近いスタンスで多分建物を接してて、うんうん、俺のは割と馴染む感じなんだけど、うんうん、小林さんのはなんかそこに人間がいるとか、うん、エネルギーがあるみたいな、うんうん、そういう存在の仕方してて、うん、で、作家によってはすごくやっぱり装飾的になってる、ただ、テーマ美術館は装飾的な美術をやるっていうのがコンセプトみたいだから、それはそれでいいんだけど、俺はやっぱりそのなんかあの生き物がいるみたいなエネルギーがある作品のが好きです。まあ 見どころじゃないか、俺の感想か。でもそういうようなやっぱり装飾性っていうのもあるかもしれないんですけども、やっぱりそのエネルギーを感じられるようなもの、
それとそのアールデコの中で装飾が装飾に重なるっていう美しさもあるかもしれないんですけど、まあそれもね、うん、でも装飾の中でそれに負けないというよりはそこからよりエネルギーを出してらっしゃるのが天の作品だと思うんですね。でも小林さんとどういうふうになんか目玉っていうふうなことであると、だから、うん、ほら浅香宮って、うん、要はだから古いさ、うん、でもその頃の要するにその時代、要するに過去のさ、うん、でもいろんなテクスチャーとかそういう床だって壁だってさ、はい、いろんなそれが見えてくるじゃない、うんうん、で別に絵がなくたってさ、うん、別にそこを見て歩けるわけだよ、うん、普通にそこに空間もあってさ、はい、色もあって、うん、だけどそこに絵がある種の異質なものであれ馴染ませるのであれさ、絵が入った時にまた別の、うん、やっぱり空間が生まれるじゃない、うん、それが面白いよね、人それぞれさ、うん、違って、うんうん、そうそう、ちょっとホワイトキューブだとやっぱない、うん、そうそう、うん、だから俺の場合だと何ていうのかな、ほらやっぱりある種のやっぱりそういう客間なら客間でさ、うん、2階のそれの家族たちがみんな座ってたさそばとかもあったりとか、うん、やっぱりそういうなんかある種のやっぱり幽霊とこうコラボっていうか、うん、そういう感覚ってあるのね。だけど置いてるこっちの作品は現在じゃない、うん、だから過去と現在っていうかさ、それが混ざり合ってそこら辺で何ていうかなスリルを楽しんでるところはあるけど、うん、面白いですね。それは本当に過去と現在とっていう、でもまあアートはなんか全部結局過去、うん、未来を全部超えるものじゃないですか、うん、って思ってますけどね。あと最後コネクトでいい、そう、うん、確かに。だから結局はある絵のある空間っていうか、うん、絵のある部屋とかさ、うん、そういうのってさ、絵とさそういうその場所が持ってるそれとかさ織りなすなんていうかな、その作り出す一緒になって、うん、でしかもその現実の光とかさ、うん、いろんな体力そういうのによって本当に一瞬一瞬変わってきてさ、うん、位置だってちょっと動かしただけでさ、うん、過去のだってあの、あ真ん中にさ、うん、顔があってさ、うん、それに2つ置いてある、うん、あれだってちょっと動かしたらさ、うん、表情が変わるんですよね、うん、だからほんとさ本当にさ冗談じゃなくさ、うん、1ミリさ動かしたらさ、うん、何もかもが変わってさ、うん、魔法が消えたりさ、うん、現れたりすることやってるじゃない、うん、だからそういうところをさ、うん、ゆっくり味わってもらえればいいってことで、まあだいぶそれレベル高い感じもしますよね、うん、なんかその、うん、分かるけど小林さんが言ってることは、うんうん、まあその辺まで分かるとすごい楽しいと思います、うんうん、でも多分その空間に行ってやっぱりある意味で、無心になって感じようと思うとそれがもしかしたら感じられるのかもしれないです。だからすごく深くはいけないかもしれないけどやっぱり感じられるものがあるかもしれないっていうふうに思いますので、だから全部普通にさ行った場合だったらほらいわゆるホワイトキューブの美術館のさあれみたいに順路に沿って別に回っていくんじゃなくて、ああいう屋敷にさこう招かれたっていうか探検するみたいな感じでさ好きに見ていきゃいいんじゃないかな、うん、皆さん、庭園美術館で本当に浅田庭に招かれたという気持ちで作品を見ていただければと思います。で実はですね、31日の日に、10月31日ですね、はい、加藤さん、伝説のバンド、いや伝説じゃないからね、伝説じゃない、普通にやってるバンドですけど、ありがとうございます、はい、でもアーティスト、全員アーティストで作ってらっしゃるバンドで、ハードロックですよね、まあ、ハードロックって、まあ、ロックですね、はい、のバンドの、ライブをあの庭園でされるというのをしてるんですが、はい、今回はまた新曲なども入るんでしょうか。今回はだから、うん、小林さんがゲストで、あ、素晴らしいですね。で小林さんのための新曲も、テザーボツのボーカルギターのハラモデルの林くんがわざわざ作ってです。あ、そうなんですか。それがまたなんか意外とかっこよくて、あ、そうなんですね。まあ、おう、期待。素晴らしいですね。でちなみにじゃあ小林さんもカバーの小林さんはね、基本的に全部自由にしてやる。あ、なるほど。小林さんも好きにやってもらう。なるほど、わかりました。でも楽しみですね。でワークショップの方もその前にやる。そうですね。ワークショップにしたい人は仮面作って、作って仮面かぶって、みんなで、はい。ということなので、皆さん、31日、雨が降るとちょっと中止になってしまうんですけれども、晴れの場合、曇りとか、みんなで、庭
の方に出かけたいと思います。よろしくお願いします。そうだね。あまり密とか関係ない。そうです。密なく、本当に美しい庭園だと思いますので、緑があって、少し都会の喧騒を集めて楽しんでいただきます。はい。ではですね、すみません、次に進ませていただきたいんですが、小林様、今も続いてますけれども、コロナ、うん、こちらが今年の3月から始まって、まあ、いろんな生活が変わったと、まあ、特に今我々、我々ギャラリーはまだあれですけども、その普通になんか仕事が定期的にやっぱり会社に行くっていう人たちには非常にその生活が変わったっていう印象があったと思うんですけども、小林さんは何かコロナで生活が変わったとか、もしくはその制作活動が変わったとかってありますか？小林さんの喋ってもらっていい？うん、ちょっともう一回取れます。あ、でもちろんです。どうぞどうぞ。うん、すいません、これ自由な会なので。うん、はい。OK。もちろんだからさ、俺は、まあ、絵描いてるからさ、うん、絵を描いてるっていうことでは変わらないよね。うん、いや、全然変わらない。うん、はい、それは変わらない、うん、ただしもちろん展覧会がさ、うん、消えたりとかさ、なくなったりそういうことはたくさんあるわけよ、うんうん、と同時に要するに絵ってさ、まあいや加藤が今トイレ行ったから話すけどその間はねリアルっていうか、要するにだから絵は描くのは変わらないけど、絵ってさ、うん、絵のまあ枠あるじゃない、うん、これ絵の枠、中の枠もあるけど、うん、絵には絵の外側の枠っていうのがあるんだよね、うん、必ず、はい、でその外側の枠っていうのはそれこそ展覧会だったり、うん、まあ、社会だったり、枠だったりさ、うん、要は例えばここに絵があって、はい、でこのペロタンのさ、うん、ね、これだってそのペロタンの外枠だよ、絵のさ、うん、つまりここに入るサイズとかさ、うん、つまり外枠があるからサイズとかさ、いろんなものを決められるわけ、はい、結局のところ、うん、ボディサイズもそう、うん、そうしたときに例えばそんで 絵の外枠っていうのはさ、要はいろいろとこの例えばベロが外出て、例えばその通りのさ道路交通法とかさ、うんうん、いろんなそういうので例えばもう5メートルのさ絵は運べるわけないわけ、はい、トラックとかね、うんうん、それこそ中学の六本木のさ、うん、コンプレックスのところでエレベーターでさ、うん、そこに入らなきゃそこはもう入れない、うん、はい、とかつまり絵には必ずその絵の外枠っていうのがあってさ、うん、それらに、それに俺らはさ、うん、結局のところはその枠にははめられてるわけ、うん、その中で、うん、でその手の外枠っていうのはそれこそそういう建物とかさ、うん、要するにやれギャラリーだったり美術館だろう、オルタナティブのスペースであれなんであれさ、そこには必ず政治とかさ、うんうん、まあいろんなものがさ、うん、つまり外側の枠として、うん、必ず入ってきてるんだよね、うん、そういうものがあってサイズが決まったりさ、うん、数が決まったりいろんなことをやってるわけ、うん、そうした時に、うん、その要するにその外枠っていうのはさ、うん、要は現実の世界だからさ、うん、いろんなものの影響を受けるんだよ、うん、もちろん自然の災害だのさ、うん、いろんなそれ人災だのさ、うん、だけどもそれでだから例えばそれこそベルリンの壁、うんうん、リーマンショック、はい、うん、震災、うん、911、はい、そういうのがあったときに、そういうつまり建物とかさ、うん、そういうの人の流れにしろ何なりの、うん、そういう変化は必ず起こるよね、うん、はい、それが絵のサイズにさ現れたりとか、うん、いろんなつまり絵の完成の仕方に関わってくると思うんですよ、うん、ところがだから現実が動くからね、うん、その外枠もさいろいろ生きてて変わるんだが、うん、それは百も承知なんだよこっちは、うん、だからつまり動く中でやってるわけね、生きた中で。あ、なるほど。それで、うん、でところがそういう震災にしろ何にしろさ、うん、今ちょっとでもある種の復興っていうかな、うん、つまり再生と復興じゃないけど、ある復興が見えてて、そのためにつまりイケイケだよ、要するにやるしかないっていうさ、うんうん、そういうことで絵も描けるわけね、うんうんうん、ところがそれが今回のが違うのは、うん、つまりそういう復興とかさ、うんうん、とは何かがちょっと違う、うん、つまりこの先が、はい、要するに何ていうかな、ぐずぐずしてわからない、うんうん、見えない、うん、だからある種ね、ペンディングにしてるんだよ、うん、その絵の完成を。なるほど。そのつまり、うん、ある最終的なサイズとか、うん、最終的な枠組みとか、うん、そういうのを、うんうん、なんていうかな、最後の手が入れられないっていうか、うん、ちょっとペンディングの感じ、絵は。なるほど。だから絵を描くっていうことでは変わらないんだけど、うんうん、その完成の仕方がちょっと変わる。なるほ
そうした時に、俺の場合は、だからこの小説っていうかさ、こっちを書いてることが多くなったっていうか、そのこっちの方は何かちょっとあのテンポとかさ、いろんなリズムがその今のに合うんだよね。そのこっちの方での感じまで、これも俺は小説っていうのは俺のある完成の仕方の一つなんだけど、それがだからこっちの方なら今はできるっていうところがあるかな。面白いですよ。でも本当にその外枠の話を今小林さんされていて、その絵にはね、あるうちの枠と外枠っていうところで、まあ、その外枠っていうのはある意味では本当にその環境ということにお期待させていただいてもいいかなと思うんですけど、でもそれがまあ政治でもあり人でもあり、そのこういう人災天災とかそういうことが起こる。そうただでも面白いなと思ったのが、それがどこに行き着くかっていうのを見えて初めてその枠が決められるっていうのが、非常に面白いなと。でもさ、ほら、そのつまり外枠っていうね、その社会とかさ、政治が変わってね、動いたりしててもさ、絵を描きゃいいっていうね、そういうところがどっかにあるわけよ、やれゃいいっていうところが、今回のその外枠の崩れ方っていうかさ、それはちょっと要するに最終形っていうか、それが決められないようなところが俺の中にはあってさ、なんかちょっとだからちょっと便利な、でもすごく面白いなと思っていて、本当見えないじゃないですか。でこれもだから日本はね、まあ、上がったり下がったりと言いつつも結構なんか緩やかな感じなんですけど、ヨーロッパとかね、本当またパリとか夜だけ普段とかね、加藤さんね、でも本当良かったですよ、普段前に行ってやつがね、ちょうどパリとかこういうことで、はい、ですね。でも逆にそれがどういうか、どこに、終点が、いつどういうふうな形でその終点というか収束が見えてくるのかといったときに、小林さんの絵がどんなものなのか楽しみです。ありがとうございます。そうですね、今小林さんもおっしゃったんですけど、今のこのコロナの中で、まあ、一つのやはりアートの表現として絵本を描いていらっしゃったのというか、ですね、もともとこの上巻の方というのはいつ書かれたんでしたっけ？これは去年か。1年、最初上中下っていう、つまり俺の中ではその画家を主人公にした、まあ、ビルトゥン・スローマンっていうか、成長の方ですね。あれがあって、上中下を1年に1冊ずつ出すって約束だった、最初は。あ、なるほど。だけど、でもできなかった。それで2年経ってるから、一昨年なのかな、去年、あ、そうか、あ、そうか、2018年すいません、あっちの奥の方に修吾さんも座ってらっしゃいます。2018年だから、で2018年の12月から、だから2年か、2年ですね。で、一冊書かれて、また今こういう時期に行きますね。ごめんなさい、だから前後しちゃうんですけども、まずこの本を書かれているというのが、これが、まあ、小林さんの自書店というふうに申し上げてもよろしいでしょうか。で、その本当にすぐ上の方では、まさに、高校生の頃から実際に絵を志すところというのが中心になっているということだと思うんですね。で、今回出たのが中ということで、これはもう本当に画家として活躍され始めた。活躍されている、その、時を文章としてなっております。でタイトルがこの星の絵の具で、後でちょっとね、この星っていうことについて、ね、お話をいただきたいと思うんですけれども、でもともかく素晴らしい書店注文が出ましたので、ちょっと本日はね、加藤さんもなんかたくさん質問がある、加藤さんもなんか初日に出たばっかりなんですけど、ガーッと読んでね、あるので、ちょっとその辺のことも踏まえてお話をさせていただければと思います。まずごめんなさい、ジョーの方なんですけど、今申し上げたように、その本当に高校生の時っていうことを申し上げたんですが、なんか絵を描くきっかけになったっていうのは、高校の音楽の教師の方で、なんか恋愛をされてた。だからさ、そういう話をさ、もうしたくないから書いたの。あ、そうか、そうか、わかりました。じゃあこれを飛ばして、じゃあこれはジョーの方をお読みくださいっていう感じかな。わかりました。もしかするとね、
すごくすごくですね。高校で何か質問できるかな。分かった。あ、そうかね。そうそうそう。だから、じゃあ加藤さん、上の方で何か質問あります？なんか僕基本的に字の本読むのが苦手で、はい、3年に1冊ぐらい何だろうぐらい、うん、今回珍しく、うん、小林さんの上、はい、中と、あとこの前ゲスト来てくれた相田さんの芸さんと青春小説を一気に3つ読んだんですけど、はいはい、小林さんはなんかすごいこうなんだろうな、さっきのイケイケじゃないけど、うんうんうん、すごいこうロックな感じで面白かったんですけど、うんうんうん、まあ1個まあ、うん、一番最初思ったのは、はい、さっきもまあちょっと遠くも話したんだけど、画材屋、国分寺の画材屋に行って、ポケットに1個のノブを入れて帰るくだりがあるんですけど、はい、まあ、その画材屋、僕も当時、無茶店だったから、はい、よく行ってたんですよ、美少女店で。なるほど。うん、暗い店でして、うん。そこでやっぱり、ポケットにノブ入れて持って帰ってるから、まあ、ま、なんか毎日万引きしてたんじゃないか。あ、なるほどね、なるほどね。まあ、もう聞いたんだけど、まあ、もう一回ね、一応、うん、そこははっきりさせといた方が、いや、だから、なんかいいかな。前言ったように、あのさ、俺は、この小説は、小説っていうか、まあ、時代的に、はい、本当のことしか書いてない。嘘は書いてない。俺にとって全部本当のことを書いてるんだ。そのまま読んでくれればいいだけだからさ、こうやってあるでしょ、うん、必要なんだよ、見てさ。でも、こうやって、こうやって見てさ、うん、戻すようなのもあるんだよ。うん。ありますね。見て、見て、ポッと持って、うん、すげえ明るさとかさ。うん、次こうやって、うん、次につまり、ポケットに入れたっていうことであってさ、それ以上でもいかでも、いかでもない。言えますよね。でもね、本当に小林さんね、あの、小説、中の中でいくとね、なんか、ゲートでの、絵の具のチューブが大きくて、これは入らないっていうね。まあ、ね、だからそれは分かります。分かります。言い方としては別に分かるけど、まあ全然支払いがない。そうですね。はい、あとなんか、国たちの駅を走り抜けた。あ、そうそうそう。走り抜けたってくだりがありますよね。まあだから本当だとすると、まあ、キセルだよね。あ、キセルなんですかね。ね、私、本当にそうか。まあ、失踪してるからね。失踪してる。まあ、本当にいい時代のアーティストでございましたね。でも、あの、いや、真面目な話、この人も、ジョーで一番伝えたかったってことってあります？ジョー、だからさ、伝えたかったこととか、うん、それがあったらさ、やっぱりさ、うん、そんな長いの書かないじゃん。なるほど。なそうか、まとめなんてことはできない。だから、ちょっと難しいけど、うん、あ、でも、もともとさ、うん、俺書こうと思って、一番最初に書こうと思ったのは、要するに物語で俺は小説家じゃないから、作ろうって気持ちじゃなくてさ、そこにあったから書いたんだよね。だけど、ただ一つ、俺は先生の、ここに出てくる先生なんだけど、先生の言葉ってやっぱり書きたかった。書きたかったっていうかさ、知りたかったことがあるんだよ、書くことで。俺は実はずっとそのこと考えないようにしてて。でも、俺はその、あれ、死んだのの、その日の3月3日のことを考えたら、うん、俺は絶対魂っていうのは存在しねえなっていうふうに、ん、あのよく人が魂魂っていうその死んだら魂が来るとか、うん、俺は魂がないことを証明できるっていうふうに思ってて、つまりあの日に本当に先生人間魂があったら俺のところに来ねえわけねえんだよ、うん、来なかったの絶対に、うん、何にも。あの皆さんのためにまだ読んでらっしゃる方のためにちょっと付け加えさせていただきますと、あの小林さんが、まあ、高校時代の、音楽の先生、まあ、素晴らしいあの女性の方だったと思うんですけども、本当に恋愛されて、で、まあ、その方がね、あの、バンクーバーですだっけ、の方に勉強に行かれて、でもずっとね、付き合ってらしたんですけども、本当にあの突然ね、あの足がちょっと悪くていらしたのが、薬の周りの副作用で突然亡くなってしまったと。でもその亡くなった時に、もう本当に小林さんとその方の関係を考えたら、絶対に小林さんのところに来なかったらおかしいっていうことなんですよ、ね。で、俺はだからそれをずっと頭の中でさ、うん、だからあったんでね、うんうん。だけど、要は今回、それをなんていうか書き始めてさ、だからまあ先生のことだけ書きたくて書き始めたんだが、うん、そうしたらさ、うん、俺のあの頃の生活っていうのは、
つまり絵もさ展覧会も何もかもさ、うん、恋愛も全部さ一緒くたで、うん、それこそルビーの指輪買っちゃさ、うん、それがさルビーの指輪のさケースっていうか、うん、本に入れたらさそれが絵のさ、うん、展覧会と同じさその箱っていうか、うん、それでそれ展覧会タイトルつけたりとかさ、つまり何もかも一緒くただったんだよ、うん、した時に先生のことを書き出したら全部あとは絵の話でさつながっちゃったんだよね、うんうん、要するにやってたことのさだから全部あれは絵の話なんだよ、うん、きっと、うん、だからそれだから書けたんだけど、うん、つまり全部なんだっていうぐらいさつながってきて、うんうん、つまり絵を描いてなかったらどんな話も多分バラバラだったんだよ、うん、そういうことですね、うん、あと、まあ、一言を付け加わせていただくとやっぱりその小林さんが絵を描き始めたっていうのは本当にそれね、音楽の先生がもうね、描くようにと、だからそこまで全然興味がなかったのに、すごいなんか本当にそれって。あれが描いてるのがその通りでさ、俺はもうプラチナバカでさ、うん、本当にそういうことしか考えてなかったんだよ。うんうん、だからその瞬間までで、本当にあれは本当のことで、うんうんうん、俺は自分のことはよく分かってる。やることしか考えてなかった。ヌードだってさ、書くなんて言ったんだってさ、そっぱちだよ、そんなの。そっぱちっていうか。だけど、人間は変わるんだな、瞬間。本当に変わるんだよ。だから、人は変わる。あ、そうだね。言いたいことがあるとしたら、人間は変わるっていうかもしれない。なるほど、なるほど。ね、ちょっとごめんなさいね。まだ本を読んでない方でも、スピーチだと、まあ、恋をされて、でその音楽の先生が絵を描けと。でじゃ あ、ミュードを描かせてくれるんだったらば描くと言って、うん、お家に行って、そこで、でも実際に。聞いてると恥ずかしいね。恥ずかしいな、そういうこと。こっちが恥ずかしい。でも、そして先生が実際にミュードでいらしてたらば、小林さんは何一つ描けなかったと。でもね、すごいのが、その先生がおっしゃったのが、それを見せてと。いや、何も描いてないと。でも、そうではなくて、いや、これが、あなたの絵の第一作目ですよ。最初の絵のやつなんでね。それ持ってないですよ。持ってない。すごい、もう。こんな綺麗な話があるのかと思って、うん。ところが、その時点ででも俺はその意味分かってないよ。うん、何言ってんだろうっていうのさ、まあ優しく言ってくれてんだろうみたいなさ、感じだった、うん。まあ、それが分かったのはもう少し後になってからでさ、うん、そんな。うんうん、でもだから、そういう指摘をして、要するに描かれなかったさ、うん、要するにヌードのある白いキャンバスっていうか、うん、それがやっぱり、あのドアを開けた時の、その、あれが絵の入り口だったことは間違いなくて、うん、それでこの中間の最後に、その、初めてヌードを描くっていうかな、それは、もう、先生は消えてるわけ。うん、ああ。で、それで静かで、描いたっていう、そこまでが中間だよね。うん、まあ、今回の中間が10月15日に出たわけなんですけども、本当この賞って2つ大きいポイントがあるのかなと思って、1つは本当にヤンフート、本当に世界的な著名なキュレーターであったヤンフートとの出会いということと、それからやはりその先生をそうやって失って、まあ、ある意味で、小林さんのミュースを失っていたのが、また本当これもね、すごいドラマチックというか、そのセレンティビティというんでしょうかね、その出会いがあるんだなというのは、今の奥様ではね、静香さんにイタリアで、お会いになって、テーマを決めたっていうところですよね。でも、その、ごめんなさい、上巻の話をしてて、中巻も終わってしまったんですけど、せっかく中巻ですね、出たばっかりなので、ヤンフートの、との出会いについて少しお話しいただけますか。ヤンフットとの出会いっていうか、だから知らなかったんだよね、うん、俺たちの国たちの頃ってもうただ絵描いてただけでさ、うん、自分の国もさ下手すりゃ出ないみたいな、うん、そういう感じの時だったから、うん、だからそれはとにかく修行から、うん、まあ、そこら辺は読んでくれるんだけど、うん、とにかくでもヤンフット、まあ、ゲントに行ってさ、だからゲントに、うん、とにかくもうもうゲントどこっていう感じでさ、うん、ヤンフット誰っていう感じで俺は行ったんだよ。シューコが行く前にさ、レジェンドなんだぞとか言ってさ、ちょっとヤンフットがさ、やったシャンブルダミとかさ、いろんなの話してくれてさ、あーってさ、でもそんなのがなんで俺のみたいなさ、感じだったんだよ。で、着いてから、もう空港に迎えに来てくれてさ、それでもう車飛ばしてさ、
こんなもん、巻きタバコさ、両手放しでさ、車さ、150キロ飛ばして、うん、やってんだよ。もう、俺の主婦もだったんだよっていう感じだったけど、とにかくでも、要は、ヤンの、どう言ったらいいかな、一番多分、まあ、いろいろとそれからずっとね、俺、10年いるからね。うんうんうん、で、その時に、やっぱり、知性のなんか使い方かな、うん、一番すごいなと思うのは何か、あれは本当に知性の塊みたいなさ、うん、人間だけどそんなふうには全然見えないわけ、うん、そんな話しないしさ、うん、だけどほら、なんていうの、剣の使い方とかさ、うん、そういうのって使い方っていろいろあるじゃない、うん、もう単純にちょっと切るところからさ、うん、あとやっぱりビジョンだよね、ビジョンがあるから剣をどう使うかっていうさ、うんことになってくるじゃない、うん、やっぱもうビジョンの塊だよね、うん、それも先を読んだ、うん、俺が最初にゲントについて1996年かな、うん、その時点で俺が呼ばれたその展覧会がさ、うん、美術館の収蔵庫でさ展覧会やるっていう展覧会だったんで、うん、今最近ならぼちぼちわかるよね、うんうん、そういうアーカイブもさいろんなことがあって、うん、その収蔵庫の意味みたいな、それでも後付けでさ、うん、あの時点で誰もそんなさこと意味が分かってたかさ、分かんないんだけど、うんうん、とにかくそういう知性っていうかな、うん、それとね、ヤンの場合は、あのポープってあのローマのさ、うん、あれがどうもね、アイドルらしいんだよね、あの人の。ポープ。ポープ。ローマ法。で、つまり、片手にバイブル、うん、片手にマネー。あ、なるほど。つまり、ヤンのやりたいことはさ、金がかかるんだよ。うん、だから金をさ集めなきゃいけないね、うん、だからテレビにも出るし、うん、なんていうかな、もうそれこそゴミ収集車のさ看板になったりしてさ走ってるんだけど、つまりだから知らない人はさ、まあ、やゆするじゃない、なんかさ、うん、そうね、だけどやっぱりなんていうかな、あのやっぱりそういうことをやるわけよ、うん、であのオープニングでさボクシングの試合やったりとかさ、うん、だからやっぱりだからこうつまり金の話平気でするわけだよね、うん、金の話下手すりゃだから金の話ばっかりしてるわけだ、うん、でそれ見たらさ人はさ何だこの金のさ何とかでさ他のさそういうね、うん、っていうふうに見合いするけど、こっち側にさ愛があるのはさ当たり前の話なんだよね、うん、で向こうのアーティストでさそれがないやつなんていないよ、うん、だけどこっちで金の話だけしてるわけじゃない、うん、だからそれをさどうのこうのさ、だから日本だったらそれをつつかれてさ、うん、要するになんていうの、愛の、つまりヤンはさ別に愛なんて当たり前だから言わないだけで金の話平気でしてるわけで、うん、そういうやっぱり土壌があるからだと思うけど、だからそういうことはやっぱり学んだかな、うん、ある意味だからすごいね、そうやって懐の広い人というかね、まあ、本当に見る目もあったと思うんですけど、うん、ちょっと背景を、ね、皆さんに説明させていただくと、ヤングとか日本に 来日したときに、シューゴさんが、ね、お会いになっていて、でその中で、まあ、小林さんが、ね、ヤングとか目を止めて、もうとにかくマサトをゲントに連れていくと展覧会に潜るって言ってね、でも即刻行くというところから出会えて、まあ、そこからいろんなことがあって、ずっと小林さんゲントに住んでしまうんですけども、まあ、ヤングと自身はそのゲントの、現代美術館を、まあ、創立者であり、マスコミ館長であり、本当世界的に有名なキュレーターということなんですけども、本当にね、その絵を見て、でまさに絵も買って、出るわけなんですけれども、すごい、なんちゅうか、先見ですよね。で、それも多分、本の中で言ってらっしゃるかと思うんですけども、もちろんその時の作品が素晴らしかったっていうのもあると思うんですけども、彼はまだ君がやってないことに期待してるっていう、ね、そうそうそう。一発目にさ、作ったさ、向こうついてすぐね、うんうん、やっぱりなんていうかな、いろいろとヤンはさ、呼んでくれてさ、うん、で、こういう、マサとマサと。だけど、うん、俺らはさ、お前のことなんか知らないぞって言ってさ、ちゃんと早くさ、作品にしようっていうか、つまり、なんていうかな、やっぱり、ネチネチさ、言ってくるやつがたくさんいたんだよ。うん、だから、ついやっぱり、なんとなく気持ちが焦ったのか、うん、一発目がさ、うまく、大したのできなかったんだよ。うん、やっぱり、実践、うん、したらさ、ヤンさ、うん、見に来たらさ、本当に3秒で。うん、
まあ、グッドっつってさ。ダメってことだね。ダメってこと。ダメってこと。で、2発目の時に、あの、まあ、やったんだよね。そしたらもう、すごかったんだけど、そしたら、結局それができたら、その床置きのさ、床置きが始まったんだよね。床置きにしたら、つまり床置きの絵画っていうのを、要は、それで日本に帰るつもりだったんだよ。日本に帰ってさ。したら、ヤンガとかみんな美術館の人たち、そういうのが、だから床置きの絵をさ、日本でさ、制作発表できるかっていうか、つまりもっとさ、現地でさ、始まったばっかだから、そのつまり床置きの絵っていうのをね、やれって言って、で、ヤンガ引っ越しの準備とかさ、そういうのも全部やってくれて、整えてくれて。だけど、それだって、その赤い絵っていうか、2作目のね、それを、ね、できなかったら、それ、チャラでなくなってるよ。シビアだけれどもだからそうやるときはやるっていうことですよね、うん、でその頃からそれからも分かってきて、やっぱりねそのある意味ではまあ設定されたものではなくて君が持ってる能力を、ね、ちゃんと出せる出し切ってるものじゃなかったら取れないっていう、そうそう、だから一作目でさ、うん、その、まあ、失敗したときにさ、うん、その後さ俺はまだ何とか言ってたら呼ばれてさ、うん、その時にだから I invited you not because of what you did、うん、but because of what you will do っていうさ、そういうふうに言われて、それでそれもすごい嬉しかったよ、うん、もう本当にそれはもう、うん、そうだからそうでしょ、だから本当にあなたがいやあのああ、ね、やってきたことのために来て招いたのではないと、あなたがこれからやることに対して招いたっていうことです。いや、なんかそれ面白くて、僕もさ小説読んだんですけど、俺がベニスにロバートストークスのまま何も切れたって誘われた時に全く同じこと言われた、うん、もうお前の作品はよく見て知ってるんだけど、うんうん、これからのが見たいから来たって言って何してるか見せろって感じだった、うんうん、でやっぱり本当にそういうなんか先見の理解、それだけのポジションに行くキュレーターの方が、いやでもね、なんかね、それ当時、うん、僕は全然分かってなくて、うん、嬉しく、おばあさんみたいに嬉しいとこなくて、うん、っていうのがもう一つぐらい感じだったんだけど、うん、本当に正直言って分かります。だけど今すごいよく分かって、うん、なんでかっていうと、うん、まあ俺はまあ小林さんの多分10個ぐらい下で、うん、キャリアとしてはまあ、うん、中ぐらい中間のリーダーなんだけど、それでもやっぱり、うん、例えば、うん、20年ちょっとぐらい描いてると、うん、そのある程度こう線になって見られるっていう作品が、でやっぱり例えば今の作品が俺がダメダメ、まあダメダメだったとするとね、その全然ダメな絵描いてたら、多分昔の絵はもう光らない、なんかカットってなんかやんときたらよかったねとか、ああいう感じから終わるけど、でも今のが良ければ昔の結構俺もヘボいいっぱいあるんですけど、ヘボいのも今がいいと、まあ、別に自分で今いいって言ってもいいんだけどさ、まあ、頑張ったらいいとすると、うん、昔の絵も光るっていうか、うん、なんか今で結構過去も変えれちゃうみたいなところはやっぱアーティストってあるな、なるほど、なんか逆転は全然いけるみたいな、うん、だから今の見たいかな、うん、キュレーターはって思いますよね、うん、今見ないとなんかできない、過去見ても確かに、確かに、うん、そういうことなんでしょうね、やっぱりだから、うん、攻めてないとつまんないよね。つまんない。ね、うん、やっぱり、うん、守ってるやつは、うん、小賢しくなるし。そういうのってさ、うん、アーティスト同士が見るとすぐわかるよね。そこわかるな。うん、そうするともうさ、うん、もう話もしたくない。うん、話さなくなっちゃう、ね。話さなくなっちゃう。話さなくなっちゃう、そういう人とね。うん、確かにさ、うん、確かにある一つの成功例が出るとさ、うん、それ守りたくなるのがさ、うん、当たり前かもしれないけど、うん、でもそれじゃ済まないさ、うん、何かがあるからさ、うん、こう続けるわけじゃないですか、うんうん、なんか何にもなんないっていうかさ、そのバックはさ、うん、だからそういう事例までいくかどうかっていうことだと思うけど、うん、でもとにかくでもやっぱり、うん、そう加藤が今言ったことよくわかるね、うんうん、加藤今進めてると思う、うん、そうですね、はい、本当にそれこそ相田さんね、もう今本出されていて、掲載この中で相田さんが書かれていたその芸大の受験の時に絵を完成させたんだけど、そのやっぱり違うと思って全部それ一回消して、
やり直した、やり直してって言った話ね。そうなんですよ。それで落ちた。落ちた。落ちた。妊娠の時に。だから多分、その、型にはまったもので、やっぱりこういうもので浮かうるだろうというのを書いたんだけど、やっぱり違うと思って消しちゃった。だから、いや、それでもそれ聞くとさ、やっぱりその頃から多分アーティストだったんだろうなと思うのがさ、やっぱり学生って、やっぱりアーティストになるやつってさ、もうやっぱりその頃からアーティストなんだよ、結局。で、それを、だってたださ、ほら、アスリートと違って、こう訓練がさ、こう、こういうふうにさ、どんどんさ、やれ、何をクリアして、クリアしてってさ、そういうのと違うじゃない。だからぐずぐずさ回っていくんだよね、そのさ、だから例えば今のそのさ全部やってて、やっぱ消した、そこを見れればさ、っていうか落とされるわけねと思うんだが、でもそれだったらでも学校に分かんねえな、だからさ、つまりでも学校なんて学校だよ、そうですよ、学校なんて学校だよ、でもそういうことなんですよ。だからやっぱり学校ってなんかある意味でなんか標準作らなくちゃいけないから、でもアートの標準ってね、あるのかなみたいなところとか、そので技術はあるのかもしれないんですけども、でもアートってそういうふうに標準を作るものなのか、なんか学校ってやっぱ難しいですよね、そのまあ小林先生やってるけど、例えば僕むさびなんですけど、単純に就職するときに、むさびの油絵家と、芸大の油絵家だと、芸大の油絵家の職があるんだよね。今どうかわかんないけど、俺たちの頃はそうだったけど、旅行先生とか、学校先生とか、なりやすいとか、そういう意味じゃ、なんか、学歴みたいなのは、あるかもしれないけど、仮にアーティストとしてやるには、はっきり言っても大学とかあんまり学歴とか関係ないんで、アーティストだったもんね。俺的にはなんかだからこういう話もさ、もう全然つまんないと思うんだけど、だって今の話でだってアートっていうか絵だってさ、いわゆるそのスタンダードっていう基準っていうのはさ別にないし、それだって全部動いていくわけじゃない、要は何か必要かってやっぱりインテリジェンスっていうか、それってなんていうかな、自分を信じるさ、やっぱりなんていうかな、ブレるわけにいかないところもあるさ、いずれにしろなんかもうすごい総合力だよ、それが学校の中にいてどうこうさ、教えられるとか、そんなはずがないはずじゃない。で、俺はそういう意味では悪いけど、全然その教育者としてのさ、ボキャブラリーは持ってない。だから無理だっていうか、そう。でもこの間のっていうか、全然。はい、あ、全然方、もともとの加藤さんのトークの時に、やっぱり加藤さんがやっぱりその、作品って、やっぱり生き様だって、まあ、だから、語れば、ね、語ればね、あとでもさ、アーティストによって、僕とかはそういうタイプだけど、まあ、でも、やっぱりそうだ、そうだ。でも、小林さんは生き様かなって思う。いや、そうですよ。それはもう、ね、もう小説読めはもう、だって人生が絵なの。そう、人生が絵なんですよ。でも、だから私思うんですけど、加藤さんも小林さんも、いや、なんか教えるんじゃなくて、その見るっていうか、その人の生き様を見るっていうことが勉強になるっていう意味においては。サンプル、なんかサンプルでいい気がする。僕は小林さんみたいな大人がちゃんとなんか生きてるみたいなのがちょっと珍しいのもさ、ああ生きてた生きてたみたいな、なんかそういう安心感じゃないけど、そのそれもいろんな動物がいた方がよくて、いたもあんまりいらないんだけど、いろんな動物がこう生きてる感じが、なんかその選べるじゃん、若い人が、あ、こういうのもいいんだなみたいな。いやだからこそ私は小林さんが先生だったらしいので、すごく若い人にとって大事なことになっています。まあ、どうかわかんないね。ね、アートって何ってね、それに対してヤングが、ね、言ったのが、アートが何か、アートが 何か、なんて分かる人間はいない。我々がすることは問い続けることだけだ。まあ、そう言ってたね。つまり、どういったらね、予言者なんていらないってことだよ、要するにさ、そんなものがあってさ、何かできる、そんなこと言ったらさ、それで地球さ、このあと何万年か知らねえけどさ、なくなるかもしれないだろう、そんなこと考えてさ、何ができる、
すべてのことの現代アートだから、とにかくだけど、うん、ほら、なんか答え、うん、ボブ・ディランがさ、うん、書いてるけど、うん、要するにボブ・ディランがさ、その風に吹かれてるって言った時にさ、うん、要するに答えは風に吹かれてるって、うん、と大人はさ、うん、要するにあなたは何も答えを出していない、うん、答えがあるのかと思ってるっていうことがさ、怖いですね、そのまま笑える、うん、たださ、恐ろしい、ね、最近ね、何だろうね、俺あんまり聞いとった言葉をさ、使うのは好きじゃないんだけど、最近さ、あの脳科学者 の、 あの中野信子さんがさ、なんか言ってたことで、あの直感でね、答えを出して、それでそれが正しい場合、そういう人っていうのはさ、要するに正しい答えを選んでるんじゃなくて、選んだ答えをさ、無理やり正解にしてるんじゃないかって。それ言われるとさ、うん、あなるほどなんていうなるほどわかるな、俺はなるほどわかる加藤もさ、でもそういうタイプいやー、ね、まあそうだよ、つまりさ人間だってそんなもんですよね、加藤もさあの彫刻の上にさ、プラモデルさん乗せてさプラモデル乗せていいのかなとかさ、それでね、でもそれはさ、要するに正解なんてさ、あるわけないじゃない、でも加藤がそうやってやったのはさ、無理やり正解にしてるんで、その時間が経ってとかさ、まああるけど、そうだから捏造できるから、でも分かります、だからあのファッションって、ね、思うんですけど、要はその人がいいと思って、どんなもの着てもおしゃれなんですよ、ファッションなんですよ、だからそれってもう、ある意味で、もうそれが正解にしちゃうみたいなのがあるんですよ、だから、あの無理やりっていうのはさ、悪い言葉じゃなくて、つまり、でも言葉にするとそうなんだろうなっていうのがさ、なるほどなと思って、なんかその結局直感ってその例えばすごい若い頃に、なんか例えばアートについて話をして、俺はこれがアートってこうだよとかいう直感は、まあほぼ間違ってですよ。若いから。でも俺たちがもうこのぐらいの、まあせいぜい40ぐらい過ぎてから直感でやることっていうのは、ただ選んでじゃなくて、もうスーパーコンピューターにまだ経験とか、自分のやってる感覚とかを研ぎ澄まして、バーンってこれだみたいな確信があるから、正義にできるっていうか、そういうことですよね、その話は。そういうこと。だからここにあるさ、情報量っていうか、うん、いや、だから学生がこの話聞いて直感でいいだと思っても、そもそも無理なんですよ、もう。です。どういうことなんで、皆さんが知らないっていうね。それは無理。だから学生のはだからさ、その切り取ったさ言葉だけをさ、見つけてさ、そのままでさ、言うなっていうさ、もう喧嘩ばっかしてさ、バカじゃねえかと思うんだよ。皆さん、あのこちらの生き様を見にぜひ、あの、遊びに出してください。足を集めさせていただきます。すいません、ちょっと話を戻したいと思うんですよ。っていうのが、あの小林さん、さっき、あの、今さ、どんぐらい経った？あ、ちょっと休憩入れますか？いや、違う、今どんぐらいの時間なの？でも休憩…休憩じゃない。いらないです。よろしいですか？わかりました。いや、あの、床置きの話をされたじゃないですか。で、それなんかさらって言ったんですけど、すごく、あの、本当に新しい、つまりその、小林さんはずっと、やっぱりその、自分とそれから空間と光とかの全てのものがやっぱり同時進行で、一体化して絵にならなくちゃいけないということを感じられていて、その方法としてやっぱりそのキャンバスの枠をあの外したりとかやってらっしゃる中で床を切って出てきたのかなと思うんですけど、その辺ちょっと、だから出てるのかな、俺はだからその要するに何かな、あのキャンバスと木枠と、まあ絵の具とね、その普通にまあ油絵の、まあ、人が使う素材とは全く同じ、ただ出来方が違うだけでさ、つまりまあフレーム作ってそれで誰に描いて、そこからまあ普通絵を描くっていう、それとは違うさ、要するにだから全部一緒に作ってって貼りながら描いてって、それはだからといったらやっぱり単純に自分が生きているようにっていうか、やる、つまりなんていうかな、あのこういうふうにできたものにさ何かやるっていうのがさ、俺はできないタイプなんでね、何か最初にそれを触れるっていうかさ、でそうした時にだから心と体がさ、まあ一つになるようにっていうか、その
いつもは大体バラバラだから、うん、なんていうかな、うん、それがこう一つにまっすぐなるようなさ、うん、だけどそうした時に、まあ、キャンバスとか、まあ、グズグズになったりとか、うん、ドレープになったりするじゃん、うんうん、だからサンパウロに行った頃にはさ、うん、こうそれでもやっぱり絵だから壁にかけてたんだよね、うんうん、それでして、したらサンパウロ行った時に、うん、まあ、それ書いてあるからなつまりもうフレームがさグラグラにさ、うんうん、なって結構もう2メートル、3メートル、4メートルぐらいになるとさもう要するにそのさ運ぶためにグラグラ取ってあるけどそこでかけるときに貼り外すとさ、うんうん、あのもう見ってさきしむわけで、うん、したときに俺はだから向こうでさいろんなアーティストにさ、うん、こうなんか洞窟入れてるのみたいなさ、うんうんうん、言われてさ、うんうん、いやどうネズミみたいなラットとかさ言うからさ、あ、そう、あ、ギシギシ言う、そう、それをさ、なんか音がするっつって、したらなんかそう声がするって言われて、うんうん、だからしたらえと思って聞いてたら、確かに、うん、にってさ、なんかこう泣いてるみたいなとかするんだよね。でもそれでもやっぱり、だからそれが俺その時点でもさ、やっぱりフレームがきしんでた音なんだよね。だからやっぱ俺のフレームはその時点で。あの言った直後だけど、やっぱフレームはもうきしんでたんだよ、うん、だけど絵だと思ってたから、うん、壁にかけてたのを、うん、まあやめさ、うん、まあ、してっていうか、うん、もうまあ、かけようとしてた時で、うん、みんなが、うん、その時に要するに OK っていうかさ、うんうん、であ、じゃあやめなさい、もう、もう、もう、して、うん、で、それでその時に俺は全部腑に落ちたっていうか、うん、あ、俺が望んでた絵のあり方っていうかさ、うん、っていうのは要するにこういうさ、うんうん、裸のっていうかな、できたばっかりの絵っていうかさ、そういうあれがあって、でも今では要は床置きであろうが壁掛けであろうがさ、それぞれのいろんなさ、場によって、でもあの時点でやっぱり一度床に置くっていうか、こうインスタレーションには考えなんだけど、やっぱり絵にはちょっとハードルが高かったんだよね、案外、床に置くっていうのが。いや、修路起こったしね。絵でやっぱ壁にかけるのと床に置くのはもうゼロと100ぐらい違う、本当に違う。だからそれはやっぱり日本じゃできなかったんだろうと思うよ、うん、やっぱりそれは向こうの、うん、だからその作った後、ヤンがその作って一点その床を今作ってさ、うん、それで日本に帰ろうとしたんで、うんうんうん、そしたらそこでヤンとかみんながさ、うんうん、要するに原点にさ、残れっていうか、でスタジオも用意して、そうやって要するに床置きのさ、手を進めろっていうことで、また原点にさ、住むことになったんだけど、すごいですよね。なんか僕、小林さんの他にそんなの知らなくて、なんかいきなりキレイな誘われて、ヨーロッパとか行って、そのままなんか、そこにずっといるとか、聞いたことないですよね。すごい、いい意味での勢いっていうか、だから、やっぱりそういう出会いなんでしょうか、出会いもあるし、やっぱなんか、アーティストやっぱ作品とか、小林さんは例えば何者であろうが、うん、作品がやっぱりなんか引っかかるというか、なんかあったじゃない、ですね。あとだから本当にこれその作品が、でもある意味ではああいうヨーロッパのその光を求めてたっていうのもあるのかな。あ、うん、確かに、あの、やっぱり光もさ全部相対的なものでさ、強さとか、分からないんだよね、別に。例えば日本にここにいてずっといたらさ、この光しか知らなくて、これが強い弱いとかさ、そんなことは別に分からなくて。で、日本に行って、俺、ただ、国立でやってた時に、日本の別に太陽がさ、弱いとは全然思ってなかったんだが、だけど、思い返してみたらね、ゲルと言ってからもさ、思えばやっぱり確かにその、日本にいた時もさ、この絵の具の中で、これを、なんて、俺はだから光をさ、捕まえようとしてるんだけど、その時にこの下の絵の具のチューブのさ、これを色を色としてさ、使う光じゃなくて、だからその分、なんていうか、色を、光を捕まえるためにさ、色を抑える必要があったんだよ、俺、日本にいた時なんか知らないけど。で、その分、この色をさ、あの明るさとして使ってたんだ、自分は。明るさに全部還元して、そしたら何色を使っても変わらないんだよ、それぞれの絵の具にさ、明るさがあって。だから何色っていうのは無視して、案外、明るさとして積もってて、それをなんていうかな、たんだけど、だから、
あのつまり日本はものがはっきり見えないっていうか、うんうん、形もはっきりしないさ、うん、光だったようなと思うわけ。なるほどね。だから、うん、それは、うん、だからそれこそさ、ほら、うん、はっきりさせるために日本はさ、うん、そのちゃんとこういうこのところをさ、うん、きっちりやらないと、うん、中にボリュームがないから、うん、だからやらないと。それかまあぼやっとさせてもらうタイプさ、うんうんうん、だけどだからゲントに行って初めてさ、だからゲントでこう走ってた時に、うん、自転車でさ、うん、俺目が良くなったのかと思った。ああ、わかる。物がはっきり見えるの、写真とか撮っても夜はめちゃめちゃはっきりね、湿度とかね、うん、しかもね、なんか後で分かったけどやっぱりやっててさ、うん、フランダース地方っていうの、うん、それこそまあ油絵発祥っていうかさ、うんうん、昔のフランドルのさ、画家たちがこの光で描いてたんだろうって思うような光がさ、うん、たくさんあって、うん、なんていうか、は晴れてる、はっきり晴れてる、うん、晴れてるんだけど、雨が降った後で、要するに湿度はないんだけど、うんうん、だけどさ、それであの太陽が強い、空気がきれい、空気がきれいで、それで水が多い、うんうんうん、で運河とかさ、うんうん、それ水がで、晴れてる時に雨がバーッと降るからさ、すぐさ、バーッとさ、こう、うん、あの蒸発していくわけ、うんうん、それがだから、雨がものすごい勢いで降るんだよ、うん、ザーンと降って、それでこう止んだ後も、バーッとさ、上がってくるその空気っていうのは、この空気の少し、さ、水分がそんな少し含まれてるような感じの、うんうん、カラッとしてるけど、うん、その光がさ、うん、もう魔法かっていうぐらいさ、うん、何もかもが綺麗に見える。だから絵がはっきり見える、うんうんうん、それに比べると日本のは、うん、その水気がさ、うんうん、ちょっと言い方悪いけど、あのスポンジとかにさ、うんうん、水ビューってやってさ、うんうん、それがなんかこう当てたらもわっとさ、うんうん、上がってきちゃう、はいはい、そうそうそう、そういうのでだから物ははっきり見えないんだね。でもそれは面白いですよね。だからそういうところでやっぱり小林さんも言ってらした、うん、そのはっきり見えるところで、つまりその空間と光の関係であったりとか、うん、その空気感であったりっていうのを求めていたというか、それがまた新しい小林さんの絵を生まれるんだっていう感じでしょうかね。だからそこでさ、面白いなだったらヤンがさ、うん、俺にさ、イタリアに行くな、イタリアに行くなってさ、ああ、何回だね、それは美しい女性がたくさんいるからなんて、ね、だけどイタリアに行ったらさ、要するに現地に帰ってこないですからさ、言ってたのは、うん、一つには言ってやっぱ分かったのは、うん、イタリアの光、だからどの国もさ、やっぱり光が違うんだよね、うん、地方によって、うん、イタリアの光はさ、絵を描く光じゃねえ、あの、もう遊びたい、もうだからなんか、あれにも書いたけどさ、うんうん、どう言ったらいいんだろうな、もうあの太陽っていうのはイタリアの、もう触りたいとかさ、うん、もうキスしたいとか、はい、もうなんならまあ、うんうん、なんか南国系っていうかね、うん、そう、だから、まあ、絵描くには直射日光が強すぎるんだって、うん、だからそれぞれの国でさ、いろんな、うん、やっぱり光があって、うん、だそういう、だから、まあ、例えば中間にはさ、いろんな国でそういうのがありの中でも、うん、まあ、だから原点に行くとさ、なんかやっぱ落ち着いて、落ち着くっていうか、なんかやっぱり絵が、あ、絵の光だなっていう。まあ、フランダース、オランダ、あの辺の光じゃないかな。あの、やっぱり水が多いと思うよ。なるほどね。あ、でもそうですね。でも、ちょっと面白いけど、ヨーロッパとかと、その香川っていうのの方は、結構ゆっくり流れ、ちょっとあの、セール感とかもそうなんですけど、で、日本と変わって早いんですよね。まあ、その光のその平たい部分が長いからね、ヨーロッパ山から降りてきてる、ずっと平たいから、日本はもうビューって、そうそう、ビューってね、だから日本ってそういうなんか光の、ね、反射っていうものを、あ、なんとか生むっていうような、うん、あの現実なのかなっていうか、うん、でもなんかあのありがとうございます。でも小林さんは本当になんかこう、うん、絵を通して世界を見てるとか、そう、世界を絵を通すと分かりやすく見てるとか、なんかこうちょっと俺分かるのがあるの、全然、うん、俺は光は全然分からないけど、うん、その、うん、世界の見方が絵に置き換えるとよく分かるみたいな、うん、なんかそういうタイプですよね、うん、なんか絵だよ、絵の話だよ、結局はさ、うん、全部はさ、そうそうそう、でも絵のだから絵の話をしなくたって分かりやすいよ、なんか、うん、世界の秘密が絵の聞かれると、うん、なんかいろいろ理解しやすいです。でもそれが主要宇宙なんじゃないですか。まあね、うん、まあマルス、まあ、の宇宙かな、まあ
まあ、そういうことをしてください。一応そこで少し一貫性を出してて、ね、でもあの、まあ、加藤さんね、小林さんは本当にあのアイドルだったんですけど、まあ、アイドル、スター、僕の世代のスターの一人です、小林さん、うんうん、だったんですよね、うん、でも、小林さんから見て加藤さん、あ、もうピカイチのあのペインターでしょ。マジですか。あのいや、それはこうしちゃってみる。こうしちゃってもらうと大丈夫だよ。大丈夫だよ。だから、ちょっとやっぱりその話したいっていうかさ、うんうん、いや、前からもちろん見てるけど、うんうん、庭園でこの間さ、うん、まあ展示してる時に、うん、結局でもほら、今日のことがあるからか、うん、なぜか話はさしないんだよね。まあ、後で話すからね、話すからね。まあ、そんなに、なんかちょっと不思議な距離感もあるけど。だけど、まあ、作品を見てて、じゃあ、ページが見ててさ、やっぱり、ああと思ってさ、うん、やっぱり、なんていうかな、すごく、最近になって、まだまだ全然攻めてるんだよね。うん、それで、思ったのは、うん、いいのかな、もう一点。あ、いいですよ。全然いいです。しましょう。あのさ、うん、やっぱり、うん、ほら、絵ってさ、うん、例えば現実だったら、うん、人間、人型でも、うん、俺はここにいて、うん、たださ、この周り、うん、とりあえずどうでもいいんだよ、うん、別にね、痛みとか喜び感じたのはここだから、うんうん、だから、まあ、ここは色と変わるわけさ、うん、だけど、絵の場合は、うん、ここを描かないとさ、うん、これがよく見えないんだよ、うんうん、だから描かざるを得ないんだが、うん、やっぱりさ、どういったような描きたいところはさ、ここだけだったりする、うん、でそうしたときに、でも、うん、ここをよく見せるために、うん、その周りっていうかな、うん、描かざるを得なくて、うん、そのつまりそこで空間とかそういうまったりしたものが生まれてきちゃうんだけど、はい、加藤のさ、だから、あのさ、なんかこう人型がこういうふうに切り取ったさ、うん、やつとか、うん、あれ見たときにさ、うん、なんていうの、ほら、コラージュとかね、そうやってね、また平面になったりとかさ、うん、そういうのはいかがったりとか、うん、だけど、ああいう風に景色の中に絵が出現するっていうか、うん、そういうのはやっぱり、ああ、ないなと思って、うん、あ、やっぱり周りがさ、嫌なんだっていうか、うん、あの、ような、つまり、面倒くさい。面倒くさい。それで、この周りがさ、あるように描いてるやつもさ、うん、ここのところで見たらさ、なんかここのね、要は、わかるかな、うんうん、ここに人型があって、うんうん、ここのさ、ここの空間のさ、うん、ここのところだよ、うんうん、この全部あるさ、うんうん、ここをどう描くか、うんうん、つまり何を描くかじゃなくて、どう描くかがさ、描きの勝負なんだから、うん、そこをこのさ、なんか塗ったりしてさ、やってんだけど、うんうん、あれ見て笑ったっていう、なんかね、いろいろだから、どうにかしたいんですよ。でもどうにかしたいけど、すっげえ難しい、ね、難しくて、だからいろいろ試してるんだよね、うん、でもだからね、それをでもどうにかしたいのさ、うん、それがどう言ったらいいのかな、すごくさ、うん、強く出てるんだよ、うん、それがでも魅力で伝わってきてさ、うん、やっぱりあそこを逃げてっていうやつはさ、うん、俺はやっぱり信用できないっていうか、面白くないんだよね、うんうん、で、つまりなんとなくお茶濁してさ、うん、いや、うん、分かる、あるじゃない、分かる、ある、うん、すごいな、ね、で、それがやっぱりだから、ああ、そうなんだと思ってさ、やっぱりは攻めてるなって、それが絵の魅力としてさ、そのままだから、やっぱり、結構だから革新的っていうか、だと思うし、と一方でさ、ほら、彫刻見るじゃん。あ、彫刻は確かにさ、周りがねえからさ、彫刻やってんだなと思って。そう、楽だ。そう、なんか、いきなり彫刻誰を言ってなさいの、怒られちゃった。まあ彫刻家の人には悪いんだけど、ペイントだから、めっちゃ気が楽なんですよ、うん、ねえ、だから、でもそれで、言ってましたもん、加藤さんの前に言うときに、だって、周りがないから楽なんだから、うんうん、だけど、だからそれが平面とさ、うん、平面でそれに切り抜いてね、うんうん、そうやってそのなんていうか、周りは、要するに周りはあるわけだからさ、こういうところに、そこに、つまり、この景色を描いてさ、そこで人型入れてたらさ、もうグズグズしてさ、気持ち悪いよ。うん、スパンとそこはさ、切ってさ、こうやってそこにさ、切ってあったら、やっぱりその外のさ、景色がそのままの強度でさ、そのあれに入ってきてさ、こっちも変わるし、すごいいいよ、とにかく。と同時に彫刻はさ、それがあって、なんていうか、そこだけ作れるから、やってんだなと思って、そう。すごい理解者ですよ、理解者。でもなんかまあ、
本当にそういうことで、まあ嬉しいですけどね、ただそういうの分かってる人はあんまりいない。ただそれでね、やっぱり思ったのは彫刻もそうなんだけど、あの彫刻の、まあ、ちょっと飛行機みたいな感じがするよね、今入り口にもあったけど、なんか最近その彫刻の上にさ、めちゃめちゃなんかちょこちょこなんか変なプラモをさ、乗っけてんだけど、乗っけてんのもいいんだよね。で、その時に、案外加藤のさ、彫刻って、あるやっぱりゴロッとしたボリュームっていうのがさ、すごく感じる、あるんだよね。あるんだけど、さらにさ、そこに、ちっちゃいさ、いろんななんか子供みたいなのがさ、プラモが乗っかってると、その量っていうかな、それがさ、結構多くて、その量が。つまり、ある、なんていうかな、あの、テイストっていうか、つまりセンスでさ、片付けようとしてるさ、置き方じゃないんだよ。その量とかが。何かをやってやろうっていうさ、やつの置き方なんだよね。その量とか。すごい、小林さんはやっぱ、すごいですね。なかなかね、そこまではね、ちょっとやっぱ分からないと。いやでもさ、そうだよ、あのさ、いるんだよ、そのなんかちょっとなんか格好つけてちょこちょこっと、でもそういうのはね、全部まびいてね、あの少ないの、量が。で、カットも多いんだよ。だからやっぱりそれはでも、それでもあるバランスっていうかさ、それはあ、なんていうか、その置く場所とかさ、そういうのによって多分さ、間引いたりすることもあるかもしれないけど、いずれにしろある、だからボリューム、ボリュームっていうのはその量だけじゃないさ、声の大きさみたいな。それはやっぱりね、加藤のやっぱ大きいわ。だから、もうおっしゃるのはすごく私も加藤さんの作品。まあ俺なんか大きく言いたい方なんですよね。なんかあんまりこう、ひそやかな感じじゃないとか、もう言うなら言っちゃみたいなとこはちょっとあって。でもやっぱりそれってさ、俺思うけど、やっぱり外国とかさ、その要は揉まれてるからできるさ、そういうボリューム感なんですよ。それもあるかもしれない。でもそれはまあ、ワクさんの一緒だよ。ただね、だって学生のさ、だから学生とかもさ、ちょっと見てて、だから学校の中でさ、やれなんちゃらさ、最近何でも学内展覧もさ、なんか展覧会とかさ、なんかチャラチャラやってんだよ。あんなことやんないでさ、もうひたすらさ、明日のために頑張ってればいいのにと思うんだけど、つまり学内展みたいなさ、学校の中で展示やるわけだ。あの時に、ボリュームの訓練は一切できない。できないね。つまり、見てもらえる場所なんだよ、あそこは。聞いてもらえる場所なんです。そうしたときに、ボリュームの加減とか、どんぐらい声を大きくしたらいいのかさ。いや、ね、難しい。なんか思い出作りとサバイバルが全然違うから。例えばさ、女の子でね、とか、まあ、男もそうだけど、声がちっちゃくてさ、ボソボソしか言えないことからいるんだよ。例えば、なんとなく、でもさ、それで、まずさ、聞こえないからさ、もっと大きい声でって言われるんだよね。そんな必要ないんだよ、外だったら、つまりストリートとかそういうんだったらさ、別にでかい発声器使えるんだし、言わなくていいし ね、だからつまりそういう人は、ね、だからそういうね、ボリューム訓練みたいなのがね、あの学内でなんか展覧会とかさ、いや全くそうだよ、ね、だからそれは本当に考えた方がいいよ、なんかもっとあの道場破りじゃないけど、武者修行みたいな、もうちょっと間違いなく上にさ、どんどん勝負し、なんかやっぱ勝負しない方向に今すごい行ってて、その絵描きだけじゃなくて、多分そのアート全体が、で一番いい時なのが、まあちょっとペロタの人に悪いけど、コマーシャルに入るのが一番今いい時だからね、それはもうすごい、試合は試合かもしれないけど、俺たちの試合とは、天と地の差があるから、でも両方俺たちと戦わなきゃいけないわけじゃない。そういう話だよね。現地でも戦わなきゃいけない、世界でも戦わなきゃいけないし、割と全方位で常に戦わなきゃいけないのに、もうぐしぐしやってる暇なんかないみたいな、そういうところだよね。なるほどね。そうすると、でも今の話からすると、まあ、あの特に小林さんね、あの教えてらっしゃるじゃないですか。教えてないんだよ。でもね、なんかその、なんだろう、もしもあのその学校内外でもいいと思うんですけども、やっぱりこういうことを一つだけでもやってみたらやっぱり先に進めるんじゃないかということがありますよ。学生の人たちともしくは若いアーティストに伝えていく、なんかアドバイスとして、やっぱアウェーに行けばいいんだよ。
青柳じゃない、うん、つまり給仕留学とかさ、うん、あの交換留学みたいな、うん、もう今いくらでもやれるけどさ、うん、まあ、でもこういうことがあって、うん、あまあでもとにかくでも、うん、あんなのでさ、要するにもうなんていうか言ったってさ、うん、何もなんないあのさ、うん、何でもいいから別に、うん、バックパックでも何でもいいからさ、うん、そうやってなんていうかアウェイのところでさ、うん、やって、うん、たら何かがやっぱり気についてくると思うし、とにかくでも、うん、そうかな、俺は。うん、ありがとうございます。人によると思いますけどね、人によると、あのね、うん、やっぱ勝負好きなやつは勝負した方がいいし、うんうん、勝負が苦手なやつはそこで考えればいいし、うん、なんかまあ大事なのはね、やっぱひねくれずにね、素直にね、こう正直にやるのが一番いいかなと思うけどね。でも別に考えてね、ちゃんと。まあ難しいですよ。あのやっぱりさ、もう一つはさ、勝負もそうだし、とにかく考え、自分の頭でさ、考えなきゃダメだと思うよ。それはもう絶対ダメですよ。そんなの考えないさ、無理。無理、うん。趣味でやった方がいいよ。あとは。そうですね。でもなんか、あの結局あの、やっぱりその日本の第二次世界大戦で、まあ、敗戦のことがあって、でそれによって、やっぱり、なんでしょうか、アメリカの、まあ、植民地というか、都合のいい、国で、国民であってほしいっていうようなところから、なんか考えなくていい教育になっちゃったのかな、考えないでほしい教育になっちゃったのかなと思うんですけども、あのね、うん、単純に言うと光っていうか、照、う、明、んうん、一つとってさ、あの考えないようにさできてんだよ。あの芸大でさ、うん、あのびっくりしたんだけど、うん、アトリエでさ、うん、まあ、蛍光灯のね、うんうん、平気でつけてんだよね、まず普通にさ、うんうん、であの蛍光灯っていうのは多分日本独特だと思うんだけど、うんうん、多分高度成長とか、うん、そういうのの時に、うん、やっぱり会社とかでさ、うん、とにかくこうやって集中っていうと聞こえない意味が、うんうん、つまり考えないで、それだけをやるための光なんだよ。なるほど。よく窓際族って言うけどさ、うん、多分窓際の人がさ、一番さ、あの考え、どういうふうにして考えないで、ふわっとさ、ふわっとさ、想像してたと思うけど、つまり、考えないようにすることで先に進むっていうことをずっと多分やってたんだと思う。それが、うん、あのアトリエでもさ、だからそうなんだよ、うん、いや、もうそうそう、本当そう。この前福ちゃんとあの福ちゃんってね、俺と小林さん の、うん、あの共通の知り合いが、はい、福ちゃんの話したんだけど、やっぱ俺のアトリエも窓があるんですよ、かろうじてね、うん、その天秤が入る、うん、ないと結構やっぱ辛いよなって話してて、うん、なんか直接天秤でお礼書くとかじゃないんだけど、うん、蛍光灯ももちろんつけてるんだけど、うん、なんか窓がないことで、うん、蛍光灯だけで書くっていうのが、うん、あんまり想像できない、うん、で、そう、曇りになったら暗くなるとか、うん、晴れたらなんかそう分かんないけど、その、うん、蛍光灯だけで絵がやっぱ描けないんだなって、うん、だって絵だって情報量がぐっと減るじゃない。だってそんなフラットになるしさ、なんですかね、あれね、うん、だからどっちにしろだから、あの、うん、ほら、あのもちろん漫画みたいに、うん、もうここの手元だけ見てさ、うん、こうやってやるときにはもう徹底的に明るく、はい、必要かもしれないけど、ただそれ以外の時間とかさ、いずれにしろ何か持った情報量のさ、うん、多いさ、うん、光を浴びてなかったらば、うん、何かクリエイティブなこととかさ、うん、それがだから美術学校で、うん、あまだこの蛍光とかっていうさ、うん、感じが、それもだから平気でさ、そういうのをつけて、うん、フラットにしてさ、やれるその感覚っていうか、うん、やっぱり考えさせないさ、教育が、うん、何もどこもかしこもさ、うん、全部だから子供なんだよ、うん、要はだから、うん、子供を、うん、子供を、うん、だから傷つきたくない、うん、考えたくない、うん、そういうのがずっとつく、その分、なんていうか、うん、どういったらまあだから、まあ、楽は楽かもしれない、まあ、でも死んでるみたいね、だから、そういえば、そう、だからそういう意味ではさ、うん、だから、何あの、今のさ、コロナの、うんうん、こういうことがあってさ、やっぱり、ほら、考えないようにして
例えばだからもうやれなんとかもう村おこしのさ、うん、いろんな取り柄になるとかさ、うん、ああいうことだってさ、うん、もうさもう何でしょうっていうのはみんな分かっていてもさ、うん、やっぱり負けたくないから、うん、ずるずる続けざるを得なくてやったりしてる、うん、そういうお店だってさ、うん、もうなんていうかまずいと思ってもさ、うん、やっぱり閉めたらさ、うん、あれだから続けてたとか、うん、そういうあれがやっぱりほら外の才能は、これってもうはっきり言ってだからカルマみたいなさ、うん、あれだから、うん、その復興動向のことじゃないですよ、うん、だからそれ外のそういうどうしてもできなくなってやることで、うん、やっぱり少しはだから考えるさ、うん、あの芸大のことで言えばさ、地方にいる学生がさ、うん、何も東京に来て芸大来る必要ないんだよ、うん、それだからもう芸大入んなきゃダメだとかさ、そんなに何も考えたわけじゃない、うん、そうやって考えて、それで入ったやつがさ、何文句言ってんだっていう話でさ、うん、もうそんなのさ、もう学校なんかさ、どうでもいいじゃん。だから、地方にいるやつはさ、地方でさ、うん、何か自分で見つけてとかさ、つまり考えてやれっていうことだよ、うん、何もかも、うん、そういういいきっかけになるっていうか、うん、だから俺はコロナ君って呼んでる、うん、コロナ君なんとかライオン君みたいな、名前つけたいです。つまり人類がこれはさ本当冗談抜きで、あの滅びに向かってるギリギリさ間に合うぐらいの災害だと思うよ、これで考えるために、うん、でも考えないと死ぬもん、そう、うん、あとイメージじゃなくても死ぬしね、そうなんか意外とそういう役に立ったり分かんないやつは大事ですよ、ね、そう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 、それがほら自分じゃなかなか変えられなくてさ、うん、多分やっぱりだってうん、やっぱり外のそういうさ災害とかそういうのってそうやって時々起こるんじゃない、うん、きっとなんか理由はあるんだろうかね、やっぱ自然のものってなんか自然のだから理由があるんですよね、きっと、ね、そう自然じゃないかもしれないけど分かんないけどね、なんか話がね本当に尽きなくなってきたんですけど、なんかどうもあとですね10分ぐらいになってきたんですよ。ですみません皆さん、チャットの方で、いろいろとご質問等を、いただけるかなと思っておりますが、なのでちょっとね最後に、ですね、小林さん加藤さんに、聞きたい、うん、これね、あの病院に勤務している方からなんですが、です、病棟では心臓の動きも止まっている患者さんに対しても機械で延命して回復の可能性を探っていますが、それが反自然的に見え、人の死に対する理解と受け入れに対し疑問を感じています。もし生や死に対するお考えがあればぜひお聞きしたいと思います。これなんか違うチャンネルに送ってきてるの、そうなんですか、僕らに、あ、そうです、僕らの意見でいいんですか、ですね、だからやっぱりそのあ、でもさっきの話じゃないですけど、アートっていろんなものを包括してるじゃないですか、だからそういう意味で生と死ということもあったりするのかなと。で、もちろん、もう生死が関わりすぎるぐらい嫌ですよね、と思いますよね、だからその本当にただ病院の延命措置ってやっぱどうなんですかね。それはあのやっぱりそれも全員でさ決めることじゃなくて、一人一人のさ人間と一人一人のその家族とさ、そういうことがさ、つまり正解はそこにしかないと思う。で、俺のことで言うとさ、俺はもう死のことっていうのはさ一切考えなくなったんだよ。っていうのはこの上巻で書いてあるけど、要するに先生が死んで徹底的に俺は死のこと考えたんだよね、うん、つまり自殺しないんだったら生きないといけない、うん、どうやって立ち直るかっていうの、うん、その時にちょっと書いてるけど、うん、俺は人の死っていうのはさギリギリ、自分の死ね、うん、自分の死っていうのはさやっぱりギリギリ自分が生きてる一瞬外にあるっていうか、うん、つまりそれを俺が例えばここで死ぬな、例えばさここで今俺がうっつなってギュッてなった、うん、したら加藤やテリーさんから見て俺は死んだと思うじゃない、うん、だけど俺はその瞬間まで生きてるはずなんだよ、うん、別に自分が死んだっていうのにさ気がついてると死んだのか分かんない、限らない、うん、だから
決着をつけようと思うのはさ、おこがましいかもしれなくて、つまり決着つけられたらさ、かっこいいんだよ、だって何でもそうじゃない。なんか、だから寝てる間に死でたらもう分からない。分からないし、死だから、だからどういったのかな、ほら、俺、あの絵でさ、あの、なんていうかな、まあ、本当はいろいろと、あの、なんていうかな、あの、ダヴィンチとかさ、やっぱ俺、やっぱり俺が持ってる絵っていうのに結構近いイメージがあるんだけどさ、要は俺が持ってる絵ってその絵の正体って言われるもんね、正体っていうものは頭の中にあってさ、で見えないんだよ。だから絵は見えなくて、それがいろんな形をとってさ外に現れたもの、それがみんなが見てる作品なわけであり、でもだから正体と絵がさ一致すればさ幸せだけど、なかなか一致しない、だからいつまでも描いてさ、なんていうか未完成、未完成が多分一致しないだよね、ずっとそう。だからよくさみんな絵はさ謎だとかさ言うけどさ、当たり前なんだよ、正体頭の中には答えじゃない、答えがない、なんかすごい漠然。だからこういうさ質問とかもさ多分真面目な人なんだと思うんだ、だけどつまり答えはないんだよ、そうですね、だから多分答えはないっていうことと共に、でも一人一人っておっしゃったように、つまりその人が出した答えが正解なんだって。でももっとあのそのじゃあ生と死についてっていうことも書かれてるんですけど、でもまさにも加藤さんの絵ってそれはね、俺はね、あの小林さんとちょっと違う精神感があって、あのあれあのまあ、生きるとか死ぬとかそう考えるんだけど、俺は未だに死ぬのが怖い、まあちょっと怖い、すごく怖かった、昔はもう怖くて夜眠れないぐらい死ぬのが怖かったけど、まあ、息子が生まれて前の時に病気とか風邪とか引くじゃない、その時にあのこいつが死ぬのか俺は死んだ方がいいなと思ってから、あんまり怖くなくなったんだよね。だけどやっぱ今でもちょっと小林さんみたいな感じじゃなくて俺はちょっと怖いんだけど、だけど精神感はちょっとあって、なんか、まあちょっと、はっきり俺も、なんか調べたりしながら、ざっくり知識だけど、地球の質量みたいなのは、その地球ができてからあんまり変わってないわけで、粒みたいなのが人間になったり、石になったり、こう空気になったり、いろいろ回ってるだけで、あんまり変わってないから、なんか人が死ぬっていうのは、なんか代わりに死んでるんだなと思ってて、だから何かが代わりに生まれてきてるわけですね。なんかそういう、俺は別にブッディストもないし、信教が、一応彼も信教強いけど、でも別に俺も小林さんみたいに教会行くわけじゃないとか、そんなに宗教詳しくないけど、なんかの代わりにこう、人は死んで、なんかの代わりに生まれてきてるみたいな、なんかそういう、全然根拠ないけど、なんかその地球の質量の話聞いたときに、そう思いましたよ、ね。あ、すいません、もう一つ、質問です。日本の救援隊についてどう思われますか。ちょっと忘れた。するだな。あ、OK。っていうのはそれが、だからさ、やっぱりその前俺なんか上からも見たくないし、みんな一生懸命やってる。そうそうそう。だから、なんて言うんだろうな、俺らこういう話しててさ、つまり何かある文字型のこととかさ聞いとったようなさことでさ、今さもう例えばコロナちょっと前ぐらいまでかな、もう喧嘩みたいなことばっかりしてるさ、つまりそういうのじゃ嫌だっていうさ、ちゃんと丁寧にやろうっていうことでなんだよ、なんとなく気持ちと気分としては。したら質問もさ、なんていうのかな、あのもうちょい丁寧にさまあちょっとざっくりすぎる、つまりキレタもいろいろいるし、そうそう、つまりいろいろといるんだ、でそれを10杯一からげにして言うのが、つまり考えてねってさ俺が言ってることのさ、つまり子供だっていう、もうちょっとさ、これはゆうくんが質問したんだよ説教した方がいいね。さなんかもっとさ違う邪悪な気持ちがあるから、こいつの場合は。あのね、もう一つ立ちが悪いんだよ。ある意味面白い、あのね、全然ナイーブじゃないから。だから俺が、あのね、こいつのは、そう。
して、うん、でもね、あの私も小林さんがおっしゃったそのこのコロナっていうところでね、やっぱり何か一つ良かったこととしては、みんなやっぱりそのある意味その時間が良くも悪くもできた。だからそこの中で考えるっていうことをし始めたっていうことと、それから早いことがなんかで超特急で動くことが正しいことじゃないかってみんな思い始めたんじゃないかなっていうところで、もう少し丁寧にやってもいいのかなっていうところが出てきた。最初の直感の話じゃないけど、うん、すごい早く分かったつもりで答え出すのと、すごい経験とか知識があって直感で選んでるやつと全く違うから、うんうん、そのスピードも全然質が、うん、まあ、質みたいなのが多分、うん、そうそう重要ですよね。そうでしょ、なんかきっとその早いのは別に何かできるから、うん、そう本当遅いのもできるし、そう質が大事っていうか、うん、そうそう、そこにも少し、あの目を向けてた。でそれが、可能になるためには考えるんですから、今日あの考えないと死ぬよ、考えないと死ぬよということで、多分これが今日のまとめになるかと思うんですけれども、本当にお二人とも長時間 ありがとうございました。なんかあの本当に、最後に、ね、一言あの見てらっしゃる方に、おっしゃりたいことがあれば。まあ、今回天才シリーズ3回目でオリンピックさんと、まあ、僕はもうこれで引退したいなと思ってますね、正直ね。次からちょっと村上さんとかできたらいや、加藤さんだから希望的観測ですので、まあ、僕はもうこのぐらいで、でも本当に随分楽しかったです。ありがとうございます。いや、俺はもうだから今日加藤となんだかんだ言ってさ、結構会ってても話さないかったっていうか、うん、そうそう、なんか、うん、そういうのってさ、声かきだから分かるってなんか話さないみたいなさ、うんうん、俺も青春時代に小林さんの絵を見た話とかしたかったけど、ちょっと時間なかった。まあ、この後なんか飯食いながら、だからね、加藤ってやっぱり絵の話が楽しい、うん、楽しい。ということで、本当にお二人ともありがとうございました。でそして最後までお付き合いくださいました皆様どうもありがとうございました。まあ、またペロタン、そして今回シュウコさんと一緒にやっていきたいわけなんですけども、このような機会を持って、アーティストのトークのシリーズは続けさせていただきたいと思いますし、はい、その中ではゲストで加藤さんと小林さんとか出ていただいて、次はシュウコさんにも出場していただきたいと思いますので、ギャラリーシリーズかもしれない、ギャラリーシリーズかもしれません。ということで、本当、本日はどうも皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとしょんべんも。はい、しょんべんも。どうもありがとうございました。